フライングタイガース。フライングタイガース Z は日中戦争時に中国国民党軍を支援したアメリカ合衆国義勇軍の愛称であるが、戦闘機、百機やパイロットは米国政府が用意しており、実質義勇軍の名を借りた米国の対日戦闘部隊であった。また、実際に戦闘に参加し始めたのは日米海戦後であったため、このような経緯から義勇軍の意にも うやむやになった。1937年の六甲橋事件から日本と中華民国との間では急激に緊張が高まりつつあった。両国との間では戦闘と交渉が何度も行われたが和平条定は成立せず、第二次上海事変により両国は本格的に戦闘状態、日中戦争に突入した。戦争は1938年に入るとさらに、 激しさを増し、日本軍による海上封鎖と航空機による爆撃により、中華民国軍の重要な貿易港でったポルトガル領マカオが事実上日本軍の手に渡った。日本軍はさらに中国沿岸の港をすべて封鎖し、1938年後半に入ると海上からの一切の補給路の封鎖に成功した。国民党政府は、 中国内陸部の重慶に首都を移動させて以降、続けていたが、海上補給路を断たれた後の補給は、フランス領インドシナ、イコール、仏印、現ベトナム、ラオス、カンボジア、やイギリス領ビルマ、タイ王国などから陸路特空路で、細々としか行えなくなった、この炎症ルート、仏印ルートを切断するため、日本軍は後に、北部仏印進駐を実施した。 1939年に入り、日本軍の作戦範囲は小規模となったが、その間国民党軍は友好関係にあったソ連製の航空機により、日本軍の航空機にわずかに損害を与えていた。しかし爆撃機主体の攻撃だったことや、1940年の秋頃から投入してきた日本軍の新型機霊式、艦上戦闘機の投入により、 中国空軍の形成は一気に不利になり、ほとんどの戦線で活動を停止。南京陥落後、国民党政府の臨時首都だった重慶にも日本軍の圧力が高まった。1930年代後半、小介石は自国の軍備が他国に比べて遅れたため、外国の新型兵器を購入。アメリカやドイツから外国人軍事顧問を、雇い入れ軍備の近代化を図った。 ロコ橋バシ事件の2ヶ月前にあたる1937年5月1日、アメリカのルイジアナ州出身の陸軍、航空隊隊であったクレアエルシェンノートは、国民党航空委員会秘書長で、小海石夫人の総美霊による予備下により、中華民国空軍の訓練教官、顧問として雇い入れられた。当時48歳であった、彼は健康上の理由により、軍では退役寸前であったが、 小解析は空戦経験の豊富な彼を航空参謀長の大佐として食うた。月給1000ドル、現代日本価格1200万円であった。着任した新ノートは中華民国内を視察、日本軍航空隊への対策を試案した。1937年、それまで爆撃機を主軸にしていた空軍に対し、日本軍航空隊に対し中国軍は、 優れた戦闘機100機とそれ操縦する優れたパイロットを持つことで中華民国空軍はこの脅威を退りけることができると小介石に受信したこの計画は米国と協議の結果承認された破兵計画は当初大統領直属の官僚であるロークリン・カリーが指揮し資金融資に関してもフランクリン D ・ルーズベルト大統領の友人である トミー・コーコランが作り上げた、ワシントン中国上オフィスを経由する形を取った。中立上の立場から直接の軍事援助を行わず、国民党軍が資金を使い部隊を編成した。1940年の夏にシェンノートは、優れたパイロットを集めるために、米国に一時国した。本国到着後、ルーズベルトの後ろ盾を得て、戦闘機100機とパイロット100名、200名の、 地上要員を米軍内から集める権利を取得、米軍内でパイロットを募集。隊員は高連度のパイロットだった。日米はいまだ中立関係であったため、採用パイロットは義勇兵になるため米軍を一旦退役する必要があった。アウェグとしての活動中、待遇が与えられた。その結果、新ノートの下にはかつて共に飛んだフライングトラピーズ。 陸軍統括の飛行部隊の隊員など、それなりの熟練者も入隊した。しかし、最終的には、隊員の基準は、当初よりも落とさざるを得なかった。さらに、日本軍の飛行機は旧式である。日本人はメガネをかけているから、操縦適性がないと楽観的な見通しを述べて衆、する面接官もいた。隊員には、未熟練者も多かったため、中国現地にて再訓練を要した。 最終的に、アベグのパイロットは39州から海軍50名、陸軍35名、海兵隊15名の合計100名で編成。しかし戦闘機訓練と航空機射撃の訓練を受けて、北たパイロットは1、3しかおらず、むしろ爆撃機の経験者が多かった。そこでシェンノートは、本国で提唱していたが無視され続けてきた、一撃利脱戦法を、 隊員たちに徹底的に訓練させた。訓練は厳しく、パイロット40名を含む136名が部隊を去り、最終的にパイロット70名、地上勤務員104名となった。部隊名は、中華民国軍の関係者からは、中国孤児にならい、飛行と名付け、世界からは、ワシントン DC に置かれた、中国炎上オフィスが設立した、フライングタイガースの名称で知られるようになる。 シェンノートラ・アベグのメンバーは民間人として友好国イギリスの植民地のビルマに向け後から6週間かけて渡航、現地にて正式に中華民国軍に入隊。ラングーの北にあるキエダウ航空基地を借り受け本拠地とした。残りのアベグメンバーも1941年の11月に到着した戦闘機カーチスピー 40CE 型の組み立てを始めた。 新能とはまず舞台全体を三つに分けた。アウググインロット全員のフライトジャケット、当時は耐久力のある合成繊維はまだ存在せず革のみの背中には、大花女性用人、軍民一体救護、このものは中華民国軍を援助するために来た、西洋人ある、軍、民務関係にこのものを支援すべきと書かれた認証、ブラッドチットが縫い付けられた、ウズサ章。 富士木や撃墜などで帰還できない場合、現地民に救助を願う商標にもなった。小介席への援助物資の荷上げであるビルマのラングーンと中華民国の首都である重慶を結ぶ 3200km の延焼ルートビルマロード上空の制空権確保がアベグの目的だった。新ノートが立案した作戦は防御追撃戦略と言われ敵爆撃機が 目標に到着する直前に迎撃機を発進させるもの。しかし、後から着任した上官は、爆撃機重視の見解であり、戦闘機重視のシェンノートと激しく対立。中でも中国戦区参謀長、スティルウェル陸軍中将はシェンノートに対し、航空戦力では、敵地上軍には、損害は与えられない、爆撃機こそが唯一打撃を与えられるものだ。 また戦争に勝利するのは残豪にこもった不評であると豪語。これに対し残豪にこもった不評などどこにもいませんと反論した。その後もスティルウェルとシェンノートとの対立は続き、シェンノートが唱える防御追撃戦略に対しても他の戦歴を引用し、秘訣に追い込もうともさえした。アウェグメンバーが当初使用した機体はカーチス社製 P-40 の C 型であった。 P-40C はそれ以前からイギリス軍に供与され、トマホーク m k i i b の名称で実戦で使われていたが、低速で機動力が乏しく、上昇力が悪く機敏さに欠け、航空での性能が良くないなどの問題点を指摘されていた。この P-40C をアメリカ軍がアベグ向けに大量発注した際には、合衆国委員会が不正調査を行ったほどである。 旧式と認識されていた P-40 であるが、経験豊富なパイロットにとっては扱いやすく、頑丈で急降下性能に優れた機体でもあった。防弾板と自動防老燃料タンクは、被弾によるダメージを軽減し、多くのパイロットを生還させた。アベグが手にした P-40C は、もともとイギリスに供与予定だった機体で、上面二色のイギリス空軍式の迷彩が、 施されていた。イギリスが購入を拒否したため、宙に浮いた機体を中国が購入したのである。これらの機体には、舞台到着後に、機種の下の部分に、北アフリカのイギリス空軍第112中隊に、習った、シャークティース、サメの葉をイメージしたイントが施され、後部胴体には、ウォルトディズニースタジオのロイ・ウィリアムズによりデザインされた、虎に、翼が生えた気象が描かれた。 さらにコクピット横、あるいは前方に、拡中対象が記入された。シェンノートは、P-40 では運動性に優れた日本軍の戦闘機に、格闘戦では勝てないことを知っていた。そこで敵機より、上空から降下し、近距離から射撃を加えた後に一気に離脱。その加速を利用して上昇し、また同じことを繰り返す一撃離脱戦法を徹底させた。 この戦術は常に数的に劣勢であった。アベグにとって大変有効な攻撃方法だった。P-40C の武装は主翼に 7.62mm 機銃4丁と機種に 12.7mm 機銃2丁が装備され、防御の薄い日本軍機に対しては有効であった。訓練を重ねたアベグは徐々に技量を向上させ、バトルオブブリテンで AS となったイギリス軍パイロットの操縦するバッファロー A 第67戦闘機体と模擬空戦を行い、勝利する者も,も現れた。アベグが使用した P-40C は K99 機で、さらにその後、エンジン周りを変更し、武装も主翼 22.7mm 機重6丁と、強化された新型の P-40E、イギリス軍名称。 キティホーク IA が30機追加配備された。P-40 は次の F 型、イギリス軍名称、キティホーク MK2 から、ウォーホークとアメリカ軍でも呼ばれるようになった。その後1941年12月8日に日本とアメリカ、イギリス間で開戦した太平洋戦争、大東亜戦争。国民党軍の駆逐を目標に、 友好国のタイに基地を置いた日本軍は12月20日から、盛んに爆撃機を飛ばていった。この攻撃を防ぐためシェンノートは、第一、第二戦隊を、キエダウから、北のコンベイに移動、護衛なしで飛来した、独飛82中隊所属の99式、総発系爆撃機10機と遭遇した。P-40 の攻撃に対し、総計は直ちに爆弾を投棄して、退避行動に入った。 結果、アベグは、撃墜動きを報じたが、日本側の記録では、実際に落ちたのは、第2編隊の3機で、残りの7機への数発の被弾で、機上戦死者2名とある。一方、P-40 の損失は1機、燃料切れで、不時着、部品取り用に回収のみであった。これは、日本陸軍航空隊の中国、ビルマ戦線における初めての作戦失敗となり、 その後1年の間、この空域への偵察機以外の侵入はなくなった。シェンノートは、その後現地中国人を使い、日本軍航空機の早期警戒システムを作り上げた。地上の現地人監視員、ウォッチャーが、もし敵機を見かけたら、無線などで敵機の進行コースなどを、アベグ司令部に連絡する方式であった。この警戒システムは、非常に有効で、 日本軍が到着する前に正確な作戦を立てることができ、またアベグ各部隊は適切な配置で迎撃を行うことができた。しかし、ビルマ方面ではこのシステムはうまく働かず、基地が日本軍により奇襲を受けた。1941年の後半に入るとシェとは近くのイギリス空軍に対して、イギリス領ビルマのシュトラン軍の防衛目的のために第三戦隊、 ヘルズ・エンジェルスを貸し与え防衛させる。12月23日のラングーン空襲では、97、重爆60機、99層、計27機、97,030機が来襲。アベグと RAF は、計21機の撃墜を主張したが、実際の戦果は8機の重爆のみであった。日本側は、計31機撃墜を主張したが、実際は、 p-40 が3機とバッファロー4機で、こちらも課題に報告していた。その後、ラジオでは、パーソナリティの東京ローズが、アメリカ人に対し、2日以内に、ラングーンにクリスマスプレゼントを送ると放送した。その言葉通り日本陸軍航空隊は2日前より、一式戦闘機、春を含む多くの戦闘機、爆撃機を出撃させてきたのに対し、アベグは12機の、 P-40、RAF は16機のバッファローを出撃させ、迎撃に当たった。アベグ側は、前回の戦闘経験から、速度の遅い97戦を、爆撃機から離れた位置におびきで、その後一気に引き離して、爆撃機を襲う戦術を使うことにした。アベグの報じた戦果は、撃墜確実27機、不確実を含めると36機の戦闘機、 爆撃機を撃墜し、一方損害は、機体損傷により、富士に2機、RAF の損害は、悲撃墜5機とある。日本側の損害記録では、97重爆4機と、飛行第77戦隊の97戦3機、第64戦隊の早草ブ1機、機関銃が故障していたが、無理を言って出撃していたが、P-40 との空中衝突により墜落。 もう一機が悲劇ついとある。日本軍は、英米の占領する首都ラングウーンに、イギリスアメリカ軍を、その後2ヶ月間にわたって、爆撃、地上攻撃で、ラングウーンが陥落するとアベグは、ミンガラドンから北方4 0 0トルに位置する、マグウェイの大作戦を開始した。百四十二年三月十一日、今まで主勢であったアベグは、一転攻勢に転じ、RAF と共に、 ミンガラドンに進出した日本軍航空機に対する奇襲攻撃をかけた。これにより、約20機の日本軍機が地上にて撃破されたが、逆に、日本軍もマグウェイへの空襲をかけ、アベグに1機、RAF に17機の損害が発生した。続く、翌日の空襲で、マグウェイは廃墟となり、戦闘力を失った。24日、アベグは、 本命にいた第1戦隊の P-40 で、チェンマイ飛行場に対し反撃を試み、1機を対空砲火で失うも、中期中の64戦隊のハヤブサ3機を炎上撃破、十数機を損傷させた。その後アベグの半数は、ロイウンに移動、両軍は互いに敵飛行場や地上部隊への攻撃を繰り返し戦火を上げたが、最終的にアベグは飛行不能となった。 p-40c22 機に火を放って、昆明に撤退した。残存戦力を使い補給船の護衛に徹したが、この頃になると各地で、アメリカ軍やイギリス軍などの連合国軍を圧倒し、物量でオスに本軍を食い止めることはできなくなっていた。ビルマロードも閉鎖され、とうとう補給船はインドからのヒマラヤ山脈越えの輸送、ハンプ越えしか残っていなかった。そしてこの輸送機も、 日本軍は辻斬りと呼ぶハヤブサ戦闘機による襲撃で、しばしば損害を出していた。正式に日本に宣戦線布告したアメリカにとって、義勇軍の意味はなく、1942年7月3日、軍はアベグに対して正式に解散命令を出した。解散命令を受託したシェンノートは部隊を解散し、残存戦力を中国、 ルマ方面に展開するアメリカ軍第10空軍の部隊で編成された中国空軍機動部隊、カットフに編入させた。この7ヶ月間に生き残ったアベグパイロットのうちわずか5名がシェンノートと共にアメリカ空軍復帰、そして残りのメンバーは報奨金を受け取り祖国、アメリカに帰る者もいれば、現地に残り輸送機パイロットとして働く者もいた。アベグフライングタイガースの解散の日、 アメリカで自国支持を自ら訴えた蒋介石の夫人である装備霊はアベグメンバー全員に対し産地を送っている。そして彼らを夫人はフライングタイガーエンジェルと呼んだが日本と激戦を何年も繰り返して力をそがれていた。彼らは国境内戦で敗れ夫人と共に台湾になだれ込んだのであった。アベグは数的に常に劣勢であったにもかかわらず 敵機撃墜数は当時の空戦史上最高記録を出したと報じ、最終的に18名のフライングタイガースのメンバーが5機以上を撃墜と主張し A パイロットとなった。アベグの最終戦果は日本軍の航空機を296機撃墜し1 0 0名以上のパイロットを戦死させたとされるが、日本側の損失記録では悲撃墜、または地上での悲劇派115機、 戦死役300名とある。アベグと日本側で数値が食い違っているが、航空戦での戦果報告が現実の3から4倍に誤認されることは、どこの国でも珍しいことではない。特に過大な戦果が報じられたのは、アベグ時代の1942年4月28日、ロイウィン芸劇戦における22機撃墜、実際は早ヤブサ1機を撃墜、空中衝突で一気合いちと、 カットフ時代の1942年11月2日、ケイリンでの空戦における22機撃墜、実際は戦火なしであった。もっともこれらは単に誤認したというより、時期的に兵が隊を離れるのを防ぐため、あえて戦火の承認を甘くしたのではないかという指摘もある。双方の記録が一致することもあり、6月12日の戦闘では97式戦闘機発起。 99式、総発爆撃機5機、ウイジンとなる2式複座戦闘機、トリュー3機が10機の P-40 と交戦し、97式戦闘機1機、トリュー3機、爆撃機1機を撃墜し、アベグの損害はなかった。一連の戦闘の結果、アベグ側は、90名のパイロットのうち戦闘中に23名、事故で9名が死亡、3名が捕虜となった。 129機の P-40 のうち、P-40C を78機、P-40E を2機損耗。損失原因は事故によるもの23機、損傷機の処分例22機、空襲により13機、空戦での悲劇追12機、対空砲火による損失10機であった。詳細は、フライングタイガーラインを参照のこと。 大戦終結後の1945年に、元フライングタイガースの搭乗員などにより、貨物航空会社であるナショナルスカイウェイフレート社が設立され、同社はその後、フライングタイガース等社名に改名された。なお、この会社は1990年代まで活動を続け、成田国際空港や大阪国際空港、那覇空港などにも多くの定期便を乗り入れていたものの、 その後フェデラルエクスプレス社に買収され、その名は消えてしまった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。